それでご用は？いえ、失礼します。もしかして弟子入りの打診ですか？それならば。どうせ無理ですよね。いいですよ。え？どうせ暇ですし。でも、私で。私はロベッタの魔女とは違いますので、相手がどんな子だろうと関係ないのですよ。あなたの弟子にしてください。これが私と星屑の魔女フラン先生との出会いでした。